おったおった。ほれ、ゆっくりさ。時間がないのじゃ。ほれ、急ぐぞ。お主は祭りにおるのは珍しいの。もしかして先約がおったか。ほらブラブラ散歩しておったですか。それならよかったのじゃ。祭りは賑やかでよいな。こっちが近道じゃ。少し道が悪いが、ここを通ればもうすぐじゃ。ちょっと砂利道が歩きづらいな。ここかしこに秋の日差しがのぞいておるの。朝夕冷え込んで空に喜ぶ雲が広がり、もう秋じゃな。その浮世もすから虫たちが鳴き続けるじゃろうな。ここを登るんじゃ。ほれ行くぞ。ここのお社は巫女もおらぬが名のある神のお社なのじゃ。しばし待たれよ。ん？ああいやいや、あやかしはおらぬ。安心せよ。じゃがむやみやたらにお社に踏み込むのはやめておけ。行きはよいよい、帰りは怖いじゃ。おれ、こっちじゃ。昼は富士も見えるのじゃ。始まったようじゃな。ここは穴場でな、少し離れておるが、全体が見えるし、何より人が来ぬから、ゆっくり見れるのじゃ。ほれ、こっちへおいで。ああ、これか。
お主を探す道すがら、リンゴ飴があっての。ひらめく王子のようで、美しくての、凍ってしもうた。目の前にあると、食べたくなるの。良いか。良いか。それでは、いただきます。甘いの。甘くてシパシパしてしまう。あ、分かっておる。飴は砂糖じゃからな。それにしても食べにくいの。リンゴが食べたいんじゃが、ほれ、あっちを向いておれ。あめはカリカリ、リンゴは甘酸っぱくてうまいな。お主も食べるか。ほれ、召し上がれ。ああ、まずは飴を舐めるがよい。ほれ。甘いじゃろ。わしが言ったことが分かったじゃろ。リンゴも一緒に食べてみるがよい。うまいじゃろ。飴だけ食べるのではなく、リンゴも一緒に食べるとちょうどいいな。腹も膨れたし。満足じゃ。花火が綺麗じゃな。どーん、どーん。パラパラパラ。時が経つのも忘れてしまうの。すまんすまん。お主が真剣な顔しておったから、ついついだな。猫じゃらして、くすぐりたくなってしもった。ああ、怒るでない。よしよし。ほれほれ。お膝においで。よしよし。にこげじゃの。よしよし。いい子じゃ。いい子じゃ。なんじゃ。まさかお主。わかったわかった。よし、耳かきをしてやろう。ああ、
かんざしが耳かきになっておるから、こしょこしょしてやろう。お主は本当に好きなんじゃな。わしもな、喜んでもらえるのは嬉しいのじゃ。期待されたら答えたくなる性分でな。これくらいお安い御用じゃ。今日は月明かりじゃのうて、花火明かりじゃな。いつものことじゃが。春かないかわからぬの。手探りじゃ。どうじゃ、ここはどうじゃ。こればっかりはお主の顔を見ながら。耳を隠くしかないの。見えぬからの。
俺反対じゃ。下は階段だから。もっと近寄れ。よいしょっと。これではわしの腹ばかり見えて、花火が見えぬな。良いのか？それならば、花火の音を聞きながら、想像でもするがよい。金の耳かきというのはヒヤッとせぬか。まだ今の季節にはちょうどよいか。金は少し当たりが強いかな。優しく優しくじゃな。色とりどりの花火がきれいじゃ。そろそろ花火も終わりかな。一瞬で消えていくわ。それゆえに儚く美しいの。人は儚いものに目を奪われるの。祭りの終わりは姿
少し寂しく感じるが、引き継がれ続いていくものじゃからの。また来年じゃな。去年は見損ねたが、今年は見れたからの。さあ、終わりじゃ。よしよし。ああ、どこからともなく、金木犀の香りが漂ってくるの。優しい香りで眠りを誘うの。虫の声も子守歌のようじゃ。これから少しずつ冬になっていくんじゃの。朝夕冷え込みゆえ、ぐれぐれもいたわるのじゃぞ。元気が一番じゃ。よしよし。